さあ、しんさん、地元の G2 だけど、はい、どんな思いで練習やってきた？いや、どんな思いというか、もうとりあえず優勝しないといけないと思ってたんで、うん、はい、ちょっとそれだけ。本当に優勝しなきゃいけないだろ。本当に優勝しなきゃいけないですね。なかなかビッグないので、はい、うん、まあ優勝するにはね、やっぱりあのワンパターンの戦法じゃいけないし、はい、その辺は考えてる。もう、はい、今回は何でもやっていこうと思ってます、はい、あのこの間立川見ててちょっとね、まあ消極的だったっていうのは、あの変に絡んで落車でもするとここに影響あるからって遠慮したのかなみたいな。まあ多少それはあったと思いますね、はい。で、まああの選手だからね、まあ人間だから、あのそういう気持ちがあって、あの力を出し切らなきゃいけないけれど、まあ仕方ないから次のここで頑張ろうかなっていうのはねあると思うんで、その分ね、ここではしっかりと何でもやって勝ってもらわないと。そうですね、本当にもう死に物狂いで一着取りに行きます。あのね、ずっとほら突っ張って先行っていうのがもう新山といえばそんな形っていうのは、まあファンの皆さんにもだいぶ浸透したと思うんだけど、あのまあメンバーにもよるんだろうけど、やっぱ逃げてもやっぱり自信はある？そうですね、主に、はい、まあ、逃げていこうとは思ってますけど、うん、青森のバンクはどうなの？地元でいつも練習してると思うけど、まあ、あんまり青森市じゃなくて八幡市なんで、あんまり一方で練習来ない？なかなか来ないです、はい、バンク遠い？遠いっすね、八戸から1時間半くらい車で。車で八戸バンクあんの？八戸競技場が、あ、はい、あ、そっちの競技場で練習やってる、はい、あとは街道と、はい、そうっすね、いうところで、はい、あ、まあでもね、まあ、一応地元だからいいとこ見せないと。そうっすね、なんとか、はい、優勝しないといけないと思ってますあの今回メンバーがね、まあ、やや若手が多いということもあって、あのやりやすいかなと思うんだけど。そうですね、まあ挑んでくる選手がたくさんいると思うので、うん、はい、まあ、全部受けてたって、はい、ね、で若手っていうか若いやつがね、あの選考タイプがガンガンいってくれれば、まあ行くだけ返しといて、あと軽く追い込んじゃうとかまくっちゃうとか軽くは無理ですけどねそれぐらいの気持ちでいいんじゃないの？そうですね、はい、ね、でなんか遠慮してたら俺に逃げちゃうぞみたいな。ああ、そうですね、まあ冷静に立ち回れたら、ね、うん、はい、やっぱりあのメンバー構成と状況を見てしっかりと勝つレース、はい、勝つレース、はい、期待してるからね、はい、頑張ります。ではファンの皆さんに、しっかり優勝できるように頑張ります。よろしくお願いします。